これは種子島から来た島バナナだったんですが、まあ今も島バナナなんですけれども、で、まあ今回がですね、もっともっと大きかったわけですが、ゾウムシにやられていましたので、私がまあダメなところを徹底的に釜で除去していったんですね。それで新しい根と葉が出るかどうか全然わからない状況だったのですが、これを別な場所に地植えしておいたんですね。そうしたら葉先が覗いてきたので掘り上げてみたんです。で、この元々の今回の上に小さな新たな今回が形成されていますよね。だいたい元々の今回がダメになってまだ生き延びる力がある場合には、このような二段の今回になります。で、こっちはもうほとんど死んでいますから、もしここからで上の今回から根がちょっとでも出ているならば、ここで切り離して、そしてこれを上の部分だけを新たに土に埋めればですね、まあこういうのは小さなビニールポットにでも植えればいいと思います。そして葉がさらに出てきて、鉢から抜いて新根を確認できるならば、徐々に鉢増しして、ある時点で地植えして成長を促せばいいと思います。まあここからこれを切り取ったところからどれぐらい成長するかは、まあちょっと予測しにくいのですが、まあ、これはせっかく生きようとしていますので、ここでカットしてですね、小さなビニールポットにでも植えてみようと思います。まあもしこちらの切り方が、除去の仕方がですね、ダメになった部分の除去の仕方が十分でないと、いずれこの上に形成された新たな根回も腐っていく可能性がありますから、まあゾウムシ被害による今回はですね、ある意味では勇気を持って思い切ってカットしないと、全部上の方もですね、新たに形成された今回もダメになる可能性はあると思います。運悪くこのようなゾウムシ被害の今回を持ったまだ葉っぱが展開していない苗を落札あるいは購入してしまった場合には、まあ今説明したような方法で生き残りを図ってみると良いでしょう。